こんにちは。ねえ、聞いてください。リングライトが黄色しかなんかつかなくなっちゃって、黄色いんですけど今日。今日は真っ黄色です。なんか今日も目の中にリングライトがめっちゃ映りますね。こんにちは。そう、黄色いよね。耳のカバーしてみた。ほんと？クッション？こんにちは。ピカピカ。ありがとう。そう、黄色いでしょ。ゾンもありがとう。メガネね。いいです。メガネ、なんか、なんとなくつけてみたんです。なんか、特に意味はないけど。部屋の明かりを落とせば、あ、なんかさ、お泊まりみたいじゃん。あの、これ今電気消したんだけどね。そう、電気、今部屋の電気消したんだけど、なんかお泊まりみたいな明かりな感じになりましたね。大学院生ね、すごい。ただい、だってね、あれなんだよ、いい感じだね。なんか影がエモいね。何？じゃあ電気もう一回つけてみる？で、これが暗い色ってやつです。このタンリモコンの。いいね、なんか研究員みたいじゃない？分岐室可愛いですよ。半袖半袖、頭良さそう。上映、何を研究、なんだろう、何がいいかな。明るくなりました。いろんな種類がありますね。うん、エモいね。何段階分かんない、これ。これいいね、いい感じですね。じゃあ今日は何する？怖い話する？ね、電波いいね、強く見れてる。今日は何でしょう。
何のお話をしようね。花粉ねほぼ終わったよね。でもまだ薬は飲んでます。怖い話、自信してきた。恋バナ、みんな恋バナあるの？花ないけどさ、みんなあるの？クッション、ある。じゃあ教えてよ。キャンプっぽいね。キャンプ、せんべいが硬かった。クッション可愛いよね。なんだろう、あ、アイビテンでした。花粉症、お花の恋バナ。あ、今日みゆちゃんと会いました。くれるじゃん。ほら、ないって人が多いかな。やっぱり怪談話の方がいい。怖い話なんかある？でもね、この時間に怖い話するとよくないらしいですよ。なんか、いや、自分から言い出してたんだけど、あれらしい、午後の2時から怖い話はよくないって。午後の2時から怖い話すると、あの、お化け出るんだって。みゆちゃん今日カラオケしてたの？出るよ絶対。とかね、怪談番組とかね、あの午後の2時からはあの見ちゃダメなんですって。お化けが出るから。お化けってか霊感が来る、霊が来るから。ほな、ホラーは映画は見に行くかな。こんばんは。でもね、今はね、なんかあれです、12月のガンガル歌ってたんだ。怖いのあんま好きじゃないよ。夜中の2時じゃない、昼の午後2時、昼の2時です。そう、よくないんだって。違う、午後の2時。うん、なんか出るなら本当にあった怖い話とか。違うの、昼の2時から夜にかけてはダメなんです。体育座り。そうだからね、もう怖い話はできないです。結婚します。午前2時もね、有名だよね。私一時期塩持ち歩いてた時期あったよ。そこはあえて嫌だ。だってうちさ、うちお化け出るもん多分。ワイの声は投げ、何なんだよ。ハートありがとう。結婚します。ポップコーンありがとう。そう、違うの。うちの、うちはお化け出るから。本当だよ、これ。結構ガチ。ほなね、霊感はね、あんまない。そう、たまにカーテン揺れてるし、え、本当にそうだよ、本当に。あの結構ガチでたまにカーテン揺れてる。え、本当だからね。私マレーシア行ってた時さ、あの同級生から、うちの家あのお化け屋敷って言われてたから。意味わかんないでしょ、ちゃんと綺麗な家なのにお化け屋敷って言われてたの。劇場お化け出るの、牛乳しよう。え、そうなの。マカールメッセ当日券ない。そう、お化け屋敷って言われたし、ゴミ屋敷じゃないけどお化け屋敷って言われたし、なんか普通になんか人いないのにさ、なんかセンサーとかのさ、ものがさ、人がいないところにすぐ反応するんです。本当に守護霊、花屋敷、花屋敷って怖いやつ。手止めると出るってね、怖いね、怖いね。背後霊になる。じゃあ本当だよこれは。
ツーショットね、ほんとだね。明日公園。はーい。そう。で、なんか、普通に犬も知らないところに向かって吠えるし。でもね、私、金縛りはないです。G が、で、好き？で、怖いね。そう、追加販売ないんですよ。ユンキュンラブリー。そうなんだよね。怖いよね、だから。明日会えるのが希望。結婚します、こんばんは。ほらね、ディズニーシーってその日限りになったこと。そんな初めてでディズニーシーとかあるの？ディズニーとかって仲良くなっていくもんじゃないの？誰とでも。こんばんは、こんばんは。結婚します、おにぎりありがとう。そう、なんだっけ、あと、あ、昨日の夜映画を見たんですよね。普通にあれですけど、な、次のシングル版ありがとう。花ちゃんの部屋、レイ見てあげたい。お店は怖い、なかなかねえ。それな、いつ配信でお化けいる。あ、わかんない、あれなんだろうね。カーテン揺れた、カーテン。映画はね、そう、琥珀と見たんだけど、なんだっていうか、なんだ、交換素日記、なんかそっち系見ました。なんか恋愛系で、なんか小説読んだことあるやつだったから、そう、花の割と映画好きなんだよ。今なら霊感あるの。ありがとう、ポップコーン、お茶ありがとう。カナブン大量、コナンはあんま読めないかも。ゾンビドッキリ、お茶ありがとう。牛乳ありがとう。そう、面白いよ。でも原作して、まあ展開は読めるけどね。でもなんか、あ、この子こういう声なんだって感じになる。誰もいないよ後ろに。なんかこの役こういう声ねみたいな。この役この子キャスティングされるんだねみたいな。何狙いあげれる？そう、オチはわかるけど。二度目ありがとう。こんばんは。そう、違った視点。あれ面白かったよ、この間見たけど。母性面白かった。変な家見てない？うわ、あのね、イクラブさんの映画ね、見たかったんだけどね、見れなかったんですよ。結局見たくなる？日本舞台にしたアニメ？え？何のアニメ？4月8日でもう過ぎたじゃん。ユニありがとう。こんばんは。お茶ありがとう。映画好きでよく行く？今なんか見たやつあるんだよ。おにぎりありがとう。こんにちは、な。こんばんは。こんにちは。こんばんは。なあちゃん大好きだよ。映画ね、どんな映画？映画館で見るなら穏やかな感じの映画。穏やかっていうか、なんだろう、あのね、ちょっと怖い、あの、なんだろう、サスペンス系は、
ネタバレ見ながらじゃないと見たくないからお家で見るんだけど、でも映画館はなんだろう、映画館は映画館はね、なんていうの、ヒューマンドラマ的なのの方が好き。そう、ネタバレ見ながら面白いよ。そう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 、私びっくりしすぎちゃう、コナンが見たいんだ、研究のために。そう、なんかね、本当に授業中とかに先生に急に当てられるだけでもこんなになっちゃうのってなるから良くないんですよね。映画館あるよ、岐阜オーメン。え、クジラ見てない。そう、体がビビッと、人怖やった。そう、ラーゲリ良かったんだよ、めっちゃ。今何がやってんだろうな。あ、そう、突然来ることでびっくり、わかる。ね、こないだね、何見たの、なんか宇宙人のやつ見たんだよ。なんか何だったかな、なんかそれがいる森みたいな、そういうやつなんか見て、ホラーかと思って見て、でうわ怖怖って思いながらネタバレ見たら、なんだ宇宙人かって思って、なんかなんか宇宙人はあんまり怖みを感じない、恐怖を感じない。宇宙人はあれがいる森だって、あれがいる森、そう、なんかそうなんだよ、なんかね、お化けは怖いんだけど宇宙人そこまで怖くなかったん。海外のホラー、いやーそうね、海外のホラーでもイットとか怖かったけどね、怖かった。パンありがとう。イットのなんか大人になったバージョンもあるじゃん、あれも怖かったけど普通に。でも大人になったバージョンはなんか、あ、そういう感じで終わるんだって思った。変な家がいいの、変な家見てこようかな。え、そう、宇宙人はなんかね、リアルさがなくて、今日は普通に自分の家です、なんかリアルじゃなくて信じられなくて、なんかそう、ゴールデンカムイ見てない。でもね、友達になんかアニメおすすめされてて、今この世界からこの恋が消えても、誰のやつですか、変な家、じゃあ見に行こうかな。今日ありがとう、 おにぎりありがとう。そう、宇宙人はね、なんかね、なんかどうしてもやっぱり宇宙人ってCG だからさ、こんばんは。フランス映画が面白いの？星ありがとう。変な家、じゃあ見よっかな。変な家って間取りが変な家ってことだよね。そうなんで、冷静、なんか宇宙人は本当にちょっとね、あれですね。あとね、なんだっけ、あの電車の、電車のやつです。ちゃんと顔さん、こんばんは、初見さんありがとう、二度目のもありがとう。なんだっけ、なんと、キサラギ駅か、キサラギ駅もなんかちょっと、あれって本当にあるのかわかんないんですけど、ミッシング、
その木更木駅がなんかちょっと映画は CG っぽかった。リュック・ベッソン監督、へえ。怖い気見ない、変な家知らないけどね、変な何をホラー系ね。なんかねホラーじゃないけどなんかミステリー、なんだろう、あの湊かなえさんのやつがおもろいんだよね。結構リング見てない、これ何、水見そう、なんか見たことある、怖い、何監督かなんで入り込まないと。そうなんかねちょっと明るくしちゃった、怖くなって。なんかそう、でも今一番見たいのは変なホテル、そんなのがあるの、自分で話しておいて、ちょっと怖くなった。なんだっけ、今見たいのはキャラクターが、キャラクターあるじゃん、あれ見たいんだよね。寝る前ありがとう、初音もありがとう。今あれ怖そうで見たいですね。なんかそのお化け的な怖さじゃなくて殺人系の。オッペンハイマー、あー恐竜のやつですか。仕事戻る、いってらっしゃい。そこが悩んでやめた。お茶ありがとう。そう、あとさ見えない目撃者だっけ、なんかなんだったかな、なんかオッペンハイマーは戦争は見なきゃ、それは赤き狂いは見ましたね、面白かった普通に。ありがとう牛乳。ちょっとカホさんが詳しいんですか、ちょ目が痛くなってきます。フレディ、何フレディ、あのね目がね悪くなっちゃったんですよね。見える、支障はきたさないけど。あとありがとう、初音もありがとう。なんだっけ、何の話、キョンシー見たことあるよ、これド入りだよ、さっきの作ってもらったやつ、だいぶ前に。牛乳ありがとう。ひろくん 0.4 と 0.6 です、終わり、終わりなんです私の目。告白好きなんだ、キムシーはね、おもろいもんね、あれはもうなんかやばいよね、ちょっと本当にさ、そこまでじゃないと思ってるけど、違う、あのね視力検査良くないと思う、こういうやつ本当に良くないと思うですよね、本当に良くないです、あれだってさ見えないじゃん、あんな、なんかどっちに穴開いてますかって分かんないし、あんなのね分からないですよ、分かる人の方が珍しいですね。老眼が来ました、そう最近測ったんですよ、違うのよ、わかんない、勘で答えて間違えてたっぽいんですよね。勘が間違えてて0.4 とか 0.6 とかになってて最悪ですよ。何で目が悪く、照明で目が、なるほどね、そういうこと、ちょっと本当にでもママに怒られました、暗いとこで携帯見てるからって。でもね思うの、思うんだって、あの
朝にカーテン閉めてても明るいじゃん。ステージ、裸眼だよ。全然見える。なんか朝カーテン閉めたままこうやってそう見えるよ。視力関係ないの。なんかもう分かんないですって言いました。最初初っ端から分かんなくて、あちょっと分かんないですって言って、で一番大きいのから行こうかって言って、一番大きいの分かって、次もなんとなし分かって、3個目も分かって、あ4つ目からちょっと分かんないですみたいな。ランドルとかん、あマイホームヒーロー、マイホームヒーローじゃないっけ、あれあれですよね、あの娘の彼氏がヤクザかなんかのやつですよね。右の次は上とか覗き込むタイプ。こうやって両目で覗き込みました。こいつだってさ片目測ってんのになんで両目覗き込むんだろうって思いながら、このこれやったらわかる、これやったらわかるんです。落ち切って逆に変なの分からない、え何変わらない、え、そうこれ分からないですよね。分からなくても解いてみる。気球のやつじゃない、片方くる、あそうなんだ。あの実際にそのあってこうやってやるやつはできるんですよ。覗くやつマジで分かんない。あれってさ何、視力ってマックスって2.0。山か、ドッグマン視力マックスが 2.0 なんだ。そう覗き込むタイプむずいんですよね。うん、2.0 なんだ。じゃあだいぶないってことですね、私の視力だいぶないですね。でも全然読める、全然見えます。読めるっていうか 0.1 もない。だって読めるって言ってもなんかだってそんな遠くの字読もうともしないじゃん。正味コンタクトつけに行く、じゃあコンタクトつけた方がいいのかなとか思いつつ、あじゃあ目になっちゃうけど、乱視になる。乱視って何、こういうこと、あこれ写真、こんそんな、アフリカやばいね。それ目の前でも歪むんだ。そうだよ、目細めないよこうやって。ドライアイだと痛い、確かに。こんばんは、お疲れ様、ありがとう。視野が確かに誰ってなるかな。裸眼だと 0.03 とか、そんな 0.0 なんとかまで行くんだね単位。免許ダメだね、免許乱視だけどピント合わない。乱視ってどういうもの、左が弱い、私分からない。ああこっちがいい気がする、こっちが良くない気がする。こっちで見た時の方がちゃんと見れる。2020、やば、見にくい時ある。なんか最近って視力上げる手術みたいなのもあるよね。大体目が悪い。そうなの、ほんまはいまいちピンとこない。レーシックって何、あーそう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 、手術の名前。星を見ると地道、あそうなんだ、ヒゲラブリ、生活もままなりません。それはきついっすね。でもさ慣れないとメガネってさ目痛くならない、でも怖いよね。でも結構さ YouTuber とかみんな言ってない、視力回復してました。めっちゃいいじゃん。
焦点が合わないのオランジ。そうなんだ。そういうことね。直接入れる。ああなるほどね。禁止らしい。色が入ってもきつっ。老眼ね。だって3、4人見えたらおもろ。目が疲れる。普段コンタクトもしてないよ。コンタクトしてるとさ、目がちょっとさ青っぽく見えない。あの普通のノーマルのやつ。目とジェネレーザーで怖い。はい、ドキンシドキンスーパーランシどうか。仕事の時メガネ目いい人それな。ランシとコンタクトも疲れる。あ、コンタクトも疲れるね。週間待ち。今日誕生日で。あ、おめでとう。サングラスが明るい光。そうなんだ。コンタクトね。でもカラコンは月って言ったけどね。マジ 0.9。 カラコンは月って言ったけど、でももう月てないから。高いからね。何週間学徒した。誕生日おめでとうございますって溢れてる。そう、カラコンちょっと高いですね。でも中学校からつけてたから手慣れたもんですよ、コンタクトは。で、お誕生日おめでとうございます。みんながおめでとう。すごい優しい。いつもカラコン。そうなんだ。二度目ありがとう。カラコン高いよ。だって10枚しか入ってなくてさ、1500円とか。安くて1500円ぐらいじゃない。1800円ぐらいのもある。そう、仕事に戻ろう。いってらっしゃい。今みたいになってる。みんながおめでとうって言ってて素晴らしい。とても優しい世界。怖くてずっと目がね。優しい世界だ。ありがとうございます。ありがとう。おにぎり。そう、カラコンは目を大きくしたのが目的です。メガネしてどこにしまいこん。カラコン、そう、コンタクトした時感動した。コンタクト入れにくいから怖い。まつげ長いんでってこうやってやるんですよ。目をかっぴらくんです。私はもう目をかっぴらいでやってました。こうやってコンタクト乾燥するよ。め込まれる。何ですか、まつげ長い。いいな、めっちゃ目に。推しになれるコンタクト。がっつり奥舞台。でもね、私ももともとね末広なので、一生推しの契約は私もしてください。私もそんなね目がパッチリってわけではないんですよね。しかもまぶた割と重めだし、ほら見て。だからいつも作ってる、こういうやつに、こういう風にしてます、いつも。
魔法ですね。可愛くなれる魔法。そう。あ、そう、肌ね、まつげ下多いんですよ。なんか、なんて言うんですか。しかも内側入ってるんですよ。この下へ向いてる。まつげが下向いててね、本当に最悪なんですよね。マツパ行かなきゃ。全然行ってないよ。マツパに行くとまつげを伸ばしたい欲が半端なくなるので、まつげ伸ばしたい。まつげ美容液買おうかな。まつげパーマはね、まつげをくるんってさせるやつです。なんか普通はしてない人はビューラーって機械を使ってこうキュ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 って上げてくるんってさせるんです。これもわかるぞ。全然音が思い出せない。でもまつげパーマはね、私がやってたところはもうやってないけどね、上下でまあ9000円くらいかな。上も下もやってたから9000円くらいしました。どうもありがとう。で、なんかそのちゃんと効果が出るまつげ美容液、流す、なんかね、張り腰が出るまつげ美容液と、あのちゃんと長さが出るまつげ美容液があって、その私が効果があった長さの出るまつげ美容液がマジ1万円ぐらいするのね。本当にね、そう、結構いいお値段なんですよ。だからね、ちょっと躊躇してる今。ね、まつぱは1ヶ月おきに大体するんだけど、1ヶ月あのね、続ければ続けるほど維持力が高くなってくるっていうか、1ヶ月最初にやり始めだと、あの1ヶ月後とかにはバラバラになってたりする。そう、しなくてもね、上がるんだけど、まつげって湿気とかで落ちてきちゃうからね、あのまつぱしてると湿気で落ちてこないんですよ、まつげが。もうなんか発音もありがとう。一本でどれくらいかな、どんぐらいなんだろう、わかんない。でもそれ結構ね、量少ないんだよね。こんばんは。あ、でも2ヶ月は持つかな。息が目に入ってもね、そういうのは大丈夫です。あ、この人まつばしてるなってわかるよ。めっちゃまつげ綺麗だもん。そう、楽になるんだよね。そうなの。あとね、こういう私みたいなまつげが下、内側に向いてる人はなんか、なんかね、まつげが目に入って痛い時があるんです。だから梅雨の時期はそう、本当に。メール来た？いーん、どうもありがとう。だからね、まつばするか悩むけど。そうそう、ゴミかと思ったらまつ、なんでやらなかったか。春休み、え、なんかそ、なんかね、なんていうの、なんかまあそっちお金使わなくても自力でなんとかなるし、いっかなって思ってたんだよ。だけどね、あとお金貯まってからやろうと思ってた。
そういいお値段するんだよね。こんばんは。そう、今度それない。あー、それな。でもね、私下もビューラーしちゃうね。あるかな、ビューラー。坂まつげ、そうなの、下向いてんだよまつげ。あ、僕から切るのが配信終わった。見てなかった。切るなぜだね。じゃあ私のビューラーの仕方見せたいから、ちょっと待ってて。めっちゃ汚い。よいしょ。よいしょ。なんかね、ほんと、え、今の何、あ、え、白くなった。え、なんで白くなるんだろうこれ。どういう理論だよマジで。電気すらつかなくなったんだけど、どういうこと。あ、ついた。え、え、ついた。あ、ついた。どう、何事これ。どういうこと。違う、なんかね、黄色のモードと白のモードがあるんです。あ、そうそう、私のビューラー、こういうのがあるじゃん。これでさ、こうやってもなんかこんな感じだよね。てるん、上がってんのかもわかんない。あ、もうなしでいいや、めんどくさ。めんどいよ君。痛くないよ、全く痛くないです。もうなんか痛い時もある。こうやってさ、グググググってやったらね、ほら。でさ、これでね、こうやってこうやってやってる。ケンケンなぶり、かけるのだ。これでまつげをなんとかなんとかやってますよ。ビューラピンク、おそろい。そう、こっちもね、こっち、こうやって。ふきれなメールはあって、そう、こうやってさ、上にやって、これで上向いて、こうやって、こうやって、これでなんとか。なんとか下に向いてるでしょ。メールなしなの？爪が入るみたい。下まつげはね、ビューラーした方がね、可愛いですよ。束にするのがは、そうだね、流行ってるね。ちょっと昨日も送り損ねたの？
く上向いたよね。こっちまつげ少ない、かきれなぴょん。なんかめっちゃ顔むくんでる、うざ。本当に顔むくみすぎなので目だけ写します。お、こっちのまつげいい感じ。昨日は我らの店なんで、おにぎりありがとう。なんか本当にブサイク今日どうしよう。本当になんか何もしてなかったからですね、絶対。なんか何これ、しかもなんかね、いつもよりも顔がすっげーむくんでる。なんでですかこれは。明日は制服の目、次の制服の目いつなんだろう。眠すぐ、あ、時間教えなかったんだ、そういうことね。いや、甘やかし大会すぎるね。次の制服の目はいつですか。ね、来週ね、あるんかね。いや、絶対あるよね。絶対いつか、もうすぐ、もうすぐありそうだけど。ね、今日はありがとう。もう制服の目不足。え、そうじゃん、みゆちゃんの生誕、そうだよ。北野さんのファンです。私も同じ。確かにユージアの生誕じゃん。初ポップコーン？嘘、ポップコーン投げた？え？ポップコーン投げた？今。ポップコーン好き。ありがとう。お幸せ。ね。ありがとう。ハートのバッテリー。コナン。コナン？普通くらい。それだったら遠慮しちゃう。あ、ポップコーンだ。だるまもだ、ありがとう。あ、ポップ、あれですね、ポップコーンは大盛りですね。長いまつげみたいなやつちょっと。え、すごい好きなお菓子の名前。あ、ルカさんコナン好きな、なんか見た気がする。何かじゃあ入ってるの期待してる。え、入りたいです。みゆちゃんの生誕はさすがに入りたい。だるまさんがコロナ、ありがとう。おにぎり投げないと何になっちゃう。そう、みゆちゃんの生誕はさすがに入りたいですね。キュンキュンラブリー。カラオケ行ってない。みゆちゃん最近だって体調崩してたからさ、全然行けてない。だるまさんの一日、だるまさんがお腹空いてるみたいなやつですね。ガラガラ、あ、なるほどね。みーたんはんちゃん、はい、仲良しです。制服の目入ります。あ、嬉しい。お茶ありがとう、星ありがとう。それのみゆちゃん、うわー、風横顔、風に乗った声、長いまつげ、不思議なその視線もですね。生徒さん絶対入りたい。入って。そうね。みーちゃん回復して、
嬉しいね。みゆちゃんね、入学式ね、いつなんだろうね。ね、ギフトいっぱいやってくれたら、制服の目、制服の目、お風呂行ってらっしゃい。そう、みゆちゃん復活したので、ありがとう、かけるな、ありがとう、また明日ね。真面目だけど、みーちゃん真面目だよ、真面目だけどおもろいよ。前も頑張ってくる。なんか明日さん授業の関係リハに参加できないかと思ったら全然できました。なんかあるから。うん、判断はまだしてないです。今何時ですか。そう、みーちゃんとカラオケ配信したいねって話してたんですよね。そう、リハ出れます。でも来週の金曜日は出れないかもっていう話。あ、11時。なんか明日なんか、え、みーちゃんの部分言うか、花なん、やったー、50分ちょっと、1時間経ったら終わろうかな。なんだっけ、あの履修登録をしたのね。でなんか抽選科目みたいなのがあって、面白いと書けるのが、え、そう、みゆちゃん結構おもろい。でもね、ちょっと天然っぽいところもある。発音もありがとう。そう、なんか抽選科目 1,2 限は普通の授業で、 3,4 限が抽選科目だったから、そのまだ抽選結果わかんないのに抽選科目授業やらないから大丈夫だった。ショールームいいよ。そう、履修登録一応終わらせました。でもまだ大丈夫。そう、出なくてよくなった。でも16日に抽選結果が出るので、まあ、全部当選してたらいいんだけど、外れたらもう一回履修組み直しですね。今日はね、なんか休みだった。なんでかわかんないけど。今日は違う、全休じゃなくて普通に休みだった。組み直しっていうか、その空いたところ、空きコマにしたくなかったら埋めなきゃいけない。そう、こっちゃんも天然だけど、そう、みーちゃん天然です。でもね、履修登録ね。え、でもね、だいぶ外れてる。前期じゃん、1年の時も外れてるから、別にいいことでも悪いことでも、まあでもあのどんどん先延ばしになっちゃう。そう、なんか抽選科目って大体その必要単位に含まれるものが多いから、あ、そう、受けたい人が多かったり、なんかなんだろう、あのさ、外国語の単位を8単位取らなきゃいけなくてみたいな、その外国語が抽選だったりする。埋めるなんか、そう、こっちゃんと話すよ。そう、天然だよ、みーちゃん。せいちゃんねえ、ブログ読んでびっくりした。そう、つまんない、つまんないのがの、まあ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 人気なのがね。でも抽選でも、あーちゃんどの科目が好きなの。そんな好きな科目ないかも。どの科目、難しいね。フランスかドイツ、いや違う、スポーツ。そう、みゆちゃんスポーツできるね。まあね、あ、そう、中国語とかありますね。どうもありがとう。中国語抽選落ちやすいんですよね。でしかもその抽選科目が先輩から受かりやすいみたいな感じで、試験期間大変だった思い出。あー、試験ね、ね、テストあるかないかも重要だよね。
うん、語学の大学じゃない、中国語。やっぱ中国語って簡単。え、そう、上級生優先。あ、なんかその単位取らないと、うん、落ちる、あの留年なんだよ。変身だ。フランス語ってやっぱ難しいよね。理系にはドイツ語がある。そうなんだ、難しそう。ドイツ語、韓国語とかあったらいいのに。フランス語で楽だった、マジ。なんか友達が中国語取ってて楽だったって言ってたから、で簡単だったって言ってたから中国語にしました。でもまあ落ちるかもしんないけど。グーテンモルゲン、なんだそれは。日本語も不自由。韓国語ない。そう、今年度頑張れば。だって前期でフルが、あ、で前期フルで埋めたんだよ確か。前期フルか、フル、ん、フルタンで、組めたんです。結構ま、ん、これってマックス単位って大体みんな一緒なの。メリー性別あるの意味わかるね。それはそうだわ、中国っぽい。え、それな、お腹が鳴った。フルタン、そうそうそう、そのほぼ、え、だってさ、わからなかったら僕にはい、なんだっけ、水曜休みなんだよ今月、この前期水曜休みで、そう、水曜休みでフルで入れられたので、すごい頑張った気がする。頑張ったっていうか埋め込んだよなって思う。あの空きコマがないです。だってコマは空きコマがないので、でも抽選科目が全部うまくいけば空きコマなしで頑張れるけど、抽選科目落ちたらマジでうんって感じですね。キュンキュンラブリー、そう、サッコもね、作りたくないよね。こんばんは。でも後期も、履修登録前期後期いっぺんにやるじゃん。いっぺんにやるんだけど、私の大学。あと1分で1時間。そう。前期後期どっちもいっぺんにやっちゃうんだけど、後期は、木曜が休みになりました。初音もありがとう。英語は必修だった。でもね、もう取った1年の時にね。授業よりむずい、それな。意外とさ、授業ってさ5回まで休んでいいから意外といけそうだよね。5回休んでいいってだいぶでかいよね。だって15分の5ってことは3分の1休んでもいい。そう、いっぺんにやるタイプなの。言ってると足りなくなる。え、そうでしょ。そう、休んだらテストきついの、それは分かってる。だからね、遅刻ばっかりしようと思ってる。あと早退みたいな、そう、なんかうちの大学あれだから30分の遅刻は許されるからさ、30分までが遅刻。誰がちょっと言うと分かっちゃう。どういうこと？何回休めるって。分かる。でも私いつもメモに書いてた。この日休んだ、この日休んだって。最初の5回で使い切る。いや、休まないですよ、最初は。さすがに最初は休まない。
そう、なんか授業は1時間出てれば OK みたいな感じだから、先生に言って残りの30分を早く帰らせてもらうとかはしようと思ってる。公演の日とかはね。キャンバス先生休止大丈夫、それはそうだね。そう、30分まで遅刻大丈夫なので、で遅刻3回で休み1回だから、そう、まあ、いいです。水曜日にいろんなことします。早退前提だよ。だってもうさ、予言まで出てたら公演出れるか出れないか結構ギリだから、むずいけどね。そう、もう結構おいしそう。なるほどね。違う、1、2終わってお昼で3、4があれだから、そうだからね、もう多分いけると思う。なんかいつの間にか夏休みになってそう。そう、午後声かけない。ココハも、毎日ショールーム夜やればいいから全然きつくない。大学辞めちゃったのね。なるほどね。そう、単位つかみ取りチャンス。そう、15回あっという間なんだよ。ネガシン取るとか言う。なるほどね。ココハ、そうだよね。そうだよね。私何がシン取るって言っ、まあまあいいや。こんにちは。あ、でも花は近いからまだ、あの家から通える範囲だからさ、大学が、だから大丈夫。すぐに専念するって言ってスキー活動休止。なるほどね。そう、ユネさんクラスに、だって飛行機で通学ってやばくない？歩いてはいけないけどね、新幹線。さやちゃんね、忙しいよね。頑張る。新幹の季節ね、リモートね。飛行機で学校すごいよね。異次元ですね。最近どない？楽しく暮らしてるよ。そう、東京九州に比べれば近いので。新幹線で通う小学生、マイルたまって、マイルって何？飛行機乗るとたまるの。飛行機ね。ポイント？にゆねさん本当にすごいよ。すんばらしい。今何時ですか？あ、11時13分？
何時読もうかな。なんでこれでさ Now ってやったらさ後ろに時間が正確に出てくるんですか。そうやって言ったら出てくる仕組みなの。マイルザクザク、そうなんだ。出てこないよね。アプリ1時間経過、どうもありがとう。あ、しめじね。しめじ使ってないな。はずもありがとう。ただの、え、そうなんだ。あ、しめじは出てくるんだ。すごいな、しめじ。今って言ったら出てくる。今日もありがとう。よし、じゃあ男女読もう。13位がクロミちゃん、ありがとう。まあマスクしてクロミちゃん、ありがとう。12位メロンパイヌ、ありがとう。11位黒猫、ありがとう。10位ガニラスカル、ありがとう。9位鎧着た男性の方、ありがとう。8位リラックマン、ありがとう。7位黒猫、ありがとう。6位なんだっけ、テニスボール、ありがとう。5位桃星人、ありがとう。4位アマビエ、ありがとう。3位魔法少女、ありがとう。2位クロミちゃん、ありがとう。1位キョムヒヨコ、ありがとう。ありがとうございました。今日も配信ありがとうございました。見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。いや、これから配信言うね。ありがとうございました。今日も今からお風呂に入ってダニマルアトシちゃん、今日も皆さんありがとう。よし、今日もお風呂入って、明日も学校行って頑張ります。制服の目も頑張ります。おやすみなさい皆さん。明日の授業で席が後ろなことを願っていてください。席が後ろか自由席なことを願っていてください。お願いします。それではまた明日。まだお風呂入ってないです。まだな。バイバイ、まったな。劇場で会いましょう。またな。バイバーイ。おやっぷに。またな。